まずい。こっちは終わったわよ。見つけた。死神ウォード倒してる。やるじゃん。ナイスだ、デスミさん。早く帰ろう。ちょっと待ちなさいって。帰る前にテレビ局がインタビューしたいってよ。インタビュー。ベッドさん、インタビューよろしくね。それでは現役高校生にしてジェラート5の頼れるリーダー相川不動隊員にお話を聞いてみましょう。どうも相川不動です。おお、ネット来た。死神王女との一騎打ちを制し、今日も見事に地球の平和を守りましたね。ええ、死神王女は非常に強力で恐ろしい戦闘員だと思いますが、レッドさんにとって彼女はどのような存在ですか？彼女の存在、そうですね、とてもかけがえのない存在です。彼女と会う前日はドキドキして眠れません。一日中彼女のことを考えていることもあります。今一瞬動いたような。気のせいだ。ひっそ、もう殺してくれ。